戦士で終わりよ。すべてすべて。お前、まずかせてみせる。聞こえますか？そちらに俺のパートナーが向かっています。はい。あなたらに相手です。力を合わせて倒してください。まあ今回はこんなところか。追ってください。あいつは、いや、のんびり考えてる暇ねえ。早くご飯たちのとこに行かねえと。おめえが何もんか知らねえけど、ありがとな。助かったぞ。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。急がねえと。おめえも来てくれっか。クリリンもゴハも離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。わかった。ゴハ、俺たちは行くぞ。お父さん、ついに現れたな。わざわざ何しに来やがった。まさかこの俺たちを倒すためなどくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろうな。天神やめちゃ、めちゃ神様も戦闘力がどんどん上がってる。ラスパー、お前は敵をとっとと倒せ。こりゃくそーくそSing!
こうなったら小猿に変身してぶっ潰してやる。なんだ、弾けて混ざれ。そんな。形勢逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。ザルになった瞬間に戦闘力や人間の時を10倍にもなるんだ。そうか、やっと分かったぞ。貴様を踏み潰して殺したのも、武道会場をぶっ壊した化け物っていうのも、このオラだったんかな。あの日大ザルに変身させたか。航空軍の足止めが、この戦い能力はとんでもないぞ。彼らを殺さない限り、歴史を元に戻すことはできないのよ。よし、これでこそは格好撃破じゃ。まずはザッハを倒してしまえ。何、貴様。死なせてやろう。俺は優しい。やめるな。お前なんかに負けるもんか。所詮貴様らがこの俺に戦いを挑んだのが間違いだったのだ。バカめ。
俺の尻尾！逃がしてたまるか！なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。え、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。